以上、報道フロアからお伝えしました。いいかな。やるから地震による落石で1人が海に転落して死亡した福島県いわき市の小浜漁港から中継でお伝えします。男性が崖崩れに巻き込まれて死亡したいわき市小浜市の小浜漁港です。現場はですね、今見えている小浜漁港から北に40メートルから行ったあの崖の向こう側、こちらカメラから見られるのが左に向かって向こう側ということになります。死亡しましたのは、岩手市の竹島市会社員石井道隆さん、15歳です。